バグ TV をご覧の皆様こんにちは。今回は大分のお隣北九州市にある小倉競馬場がファミリーで楽しめると聞いて遊びに行ってきました。ちなみに競走馬が来る時期はすっごいお客さんが来るよと聞いてたので、駐車場を止めれるかがドキドキでした。僕たちは第1レースが始まる約40分前、朝9時過ぎに小倉競馬場に着いたんですが、思ったより空いててあっさり駐車できました。皆さんこんにちは。今日は小倉競馬場で大馬さんが走るので、レースを見に行きます。レースを見に行きます。福岡市です。違うよ。あ、福岡県。福岡県北九州市ね。小倉競馬場に来ました。はい。はい、では早速行ってみましょう。まあ、今。ここ大馬さんがおるけんね。その大馬さんのね、うん、乗るところ背中に。うん、ね、番号が書いてある。その番号のところをね。買いました。チケット今買ったので入場券100円、はい、安いでしょ。安い。子供15歳未満はね、無料。あ、じゃあ大人だけ。大人だけ。あ、そうなんだ、うん、でチケット買ったので、うん、今から行ってみます。はい、レッツゴー。マゴバゲ TV。すげえ大きい、この建物。この大馬さんでね、競走馬だから筋肉とか。かっこいいね。怖い。ほら、いらっしゃい。マゴバゲ TV。 行ってきます。なんか空港みたいだね。どうしたの。勢いよく競馬場の中に入ったものの、僕も妻も馬券の買い方がさっぱりわからないことに気づいて、家族でおろおろしちゃいました。というわけでインフォメーションのお姉さんに競馬のやり方を詳しく聞いてきたので、ポイントを絞ってシェアします。まず馬券は種類がたくさんあるので、初めての方は一着になる馬を当てる単勝という馬券がおすすめ。どの馬が1位になるか予想するのもいろんなデータがあるみたいですが、頭がこんがらがるだけです。こんな感じでレース前に競走馬がぐるぐる歩いてくれるので、それをじーっと見ながらビビビビッときた馬を選びましょう。注文はマークシート形式の紙で行います。競馬場の名前、レース番号、馬券の種類、選んだ馬の番号を塗りつぶして販売機に入れると注文完了。ちなみに一つの注文で100円になります。
注文が完了したら、あとはレースを楽しみましょう。レースの鑑賞場所も、外に出てコース近くで迫力を感じながら楽しんだり、3階の鑑賞席に座ってコース全体を見渡しながら応援することもできます。僕たちはどっちも体験してみたんですが、この3階席からの眺めがもうめっちゃくちゃ気持ちよかったので、これから行かれるあなたにはこちらをおすすめします。マコバグ TV、 マコバグ TV、 今回もご視聴いただきありがとうございます。馬券の買い方が理解できたところで、家族で好きな馬を選んで応援してみました。結果はなんと、ということで、まあ予想通り残念な結果となりました。ただ家族で楽しめるお出かけスポットという視点では、競走馬の躍動感ある走りを間近で見ることができて、実際に乗馬体験までできて、さらにフードコートでランチも楽しめたので、ほんと大満足。動物の種類こそ馬だけですが、競争するために鍛え上げられたサラブレッドの全力疾走は動物園じゃ感じることができない迫力です。いつもと違ったスポットで子供を遊ばせたいなって時に、競馬場はおすすめですよ。ぜひご家族で足を運んでみてください。それではまた次回、マコパグファミリーと一緒にグルメ、お出かけを楽しみましょう。バイバーイ。